エコーの役、エコー役を務めさせていただいてて、そう、でも主人公ではないんですよ。なんか女がいて女っていう役がいてね、それが吉木遥ちゃんっていうショートカットの女の子がやってたんですけど、そう、女が、あの、なんていうの、主役なんですよ今回は。私はエコーっていう役をやらせてもらってたんですけど、まあ、全体的になんかまあ怖かわいいをテーマに、そう、怖いホラーな感じの作品になるってなってたんですけど、まあちょっとこれ見てもらった方とかは分かると思うんですけど、ホラーではない、お化け的な怖さではないっていうね、うん、そう、だからホラーが苦手な方でもきっと見れた作品なんだろうなと思うので、よかったらアーカイブとかでも残っているので、ぜひお時間あれば見てください。そう、私はですね、まあこれ本当にあの考察次第で本当にいろんな受け取り方ができる、きっと多分正解のない、まあこけしさんの中では正解はあるとは思うけど、きっとねうちらの中でも正解はなくて、私たちが結構まあある程度こけしさんがこう導いてはくれたけど、あとはもう自分たちの解釈次第でやっていたので、私たちも正解がそれなのかとか、うちら5人今回5人でやってたんですけど、きっと5人の中でもきっとね違う解釈があったと思うので、何が正解かは私たちも分かってはないんですけど、そんな中でなんか私のそのやってたエコーが、まあなんか二重人格みたいな、二重人格って言い方をしたらなんかまた違うんですけど、エコーの他にその女の恋人だった彼女もやったんですよ、役としてというか、そう、なんかエコーと彼女っていうのがいて、大西の中にっていうかこの設定の中になんですけど、その主人公の女と私は付き合ってたんですそう、好き同士だったんです、女の子同士で、同性愛なんですけど、そうで、まあいろんなことがあって、まあこの時代はね、まあわりかしその同性愛とかっていうのは、なんだろう、もうなんていうの、昔ほどさカミングアウトできないみたいな感じのあれではない時代だと思うので、でもこの世界ではそのまだカミングアウトできなかったり、その周りの人に対してとか周りに認めてもらえないっていうので、女と私がじゃあいいよねって言って二人で死にに行ったんですけど、その彼女がどこまで分かってたのかも大西も分かんないんですよ。なんかそう見てくれた方は分かると思うんですけど、なんだろう、なんかね、私個人としてこれをやこのね役をやってて、なんか私は良かったんです、なんか別にすごく好きな相手で一緒に覚悟を決めて、でまず私から殺されて、その後に相手が死にきれなくて、それは
そう、私だけが死んでっていう、それは大西は仕方ないよねってなるんですけど、でも最後今回3公演あってエンディングが全部違うかったんですけど、女が大西のことをやっと死んだって言ったんです、殺した後に。ひどい、本当にひどい。大西のこと好きじゃなかった、殺されただけなんだけど私。大西は純粋にさ、純粋にさ生きてて欲しかったんだよ、別に。なんか今生きてるなら一緒に死にたかったけど、でも死にきれなかった、でもそれでもいい、もういい、あなたが幸せならもういい、生きていて欲しいってなったのに。ひどい、2日間失恋した気分だ、もうもう まあでも結局その女、これはどのエンディングでも最後そうなんですけど、女が最後まあこうね目隠しされ口を隠されみたいな、まあそこは言わなくていい、こけしさんが言わなくていいって言ってたみたいなんで、いろんな考察があると思うので、そこの正解は大西知ってるんですけど、一応言わないで送っちゃおくんですけど、でも大西はその姿を見て最後微笑んでたんですけど、まあ暗くなってたから分かんないかな、そう微笑んでたんですけど、あのね、なんていう、これそこを言わなかったらもうちょっと難しい。でもまあなんだろうね、まあ面白い、その最後のね微笑んでたんですけど、微笑みも女の幸せを願って微笑んでたんです、願ってというか、あのよかったっていう、ほっとしたっていうって言ったら余計意味わからへんよね。なんだろう、いっか、なんか最後はなんか最後のあの女がこうなってたのは、あれ死んだんです、そう最後目隠され口隠されで、その女死んだんですって、死んだっていう、まあ、そこもまた考えようなんですけど、あの私たちがいた森があるんですけど、なんかその森にいたんですけど、私たちなんかよくわかんない森にいたんです、なんかで私たちは何かしらがあってそこにいて、そうで、そう、そこの森はなんか別に天国でも地獄でもない、なんか無と言ったら無じゃないけど、わりかし良くないことをしてそこにずっと閉じ込められてるというか、閉じ込められてるって言い方もあれかな、なんか抜け出せないというかっていう空間にずっといるんですけど、うん、よしきちゃんっていうか、あのそう、その主人公の女は最後
死んでその空間から抜け出したっていうので私はよかったってなんて最後微笑んでたんですけど、でもなんかすごくなんか改めて聞くと、あーなんか確かに人間の核心ついてんなみたいなセリフとかもいろいろあって、そう他のあの出演者の名前が私エコーなんですけど、他がカスタリア、ネペレ、クラネイヤっていう名前の子たちなんですけど、その名前も本当に神話であるみたいで、そうそう、でエコーはエコーっていう子はもともとそうあの男性を愛せなかったみたいな女性でっていうのもここに反映されてるみたいです。そうそう、カスタリアが泉のせいで、ネペレが雲、クラネイヤは木っていう、そういろいろあるんですけど神話のお話で、そうもしね、カスタリアのねこのセリフ好きなんですよ、渡辺ミリアちゃんのセリフで、溺れるその淵で寸前で見えるものが一番美しいって私は知ってるから、こわなんかさ、そのサイコパス、今回サイコパス2人ぐらいいたんですけどあのこの作品の中で渡辺ミリアちゃんがやってたカスタリアと、あと長谷川れなちゃんがやってたネペレが今回サイコパスだったんですけど、大西もサイコパスやりたかった、まあでもこの2人がサイコパスだったんですけど、サイコパスってさただなんかホラーみたいなあのイメージあるじゃないですか。大西もなんかあの映像の作品で一回サイコパスの役を演じてた時があったんですけど、なんかボワーンって浮かぶサイコパスってさ、人殺しが好きとかさ、なんか人を痛めつけるのが好きみたいな、なんかそういう勝手な大西はイメージがあったんですけど、サイコパスってそうじゃないんですよね。なんかその時にサイコパスにすごい悩んで、めっちゃ調べてサイコパスについていろんな人に聞き回って、あのそう共演者の方とか、サイコパスってね変なところにこう何変なところですごいこだわりを持ってくるというか、なんかそういう人がサイコパスらしくて、そうだからそれがネペレとねカスタリアはすごいはっきり分かりやすくあって、わあサイコパスだちゃんとって思ってた。あとねネペレ長谷川れなちゃんが言ってたセリフで、ね、結局自分が一番可愛くて自分を一番大事にしたいの、他人がどうこうの前に大事なのは自分でしょって、もう人間の奥の奥の奥の部分をさなんかさ、なんていうの、綺麗な言葉ってあるじゃない、気持ちもあるじゃない、なんかでもそれってこうそういう直面にさ面した時にさ、ねえ人間のそういう部分が出てくるのかなとか思ったら、人間ってなんかなって思うよねうん、
大西もサイコパスやりたかったな。2人すっごい楽しそうやった2人すっごい楽しそうやった。私も早く思い出せとか言いたかった大西いっちゃんサイコパスの役楽しみにしてたのよ、ガチで。そういやでもなんか確かにこう見てみたらさ、あのこの演出家脚本のあのこけしさんがあのこのそれぞれ大西とかミリアちゃんとかレナちゃんとか、そうあとマリリさんとかは、そう山田マリナさん、マリリさんとかはあのこけしさんと一緒になったことがあって、で大西は結構もうずっと一緒にいるので、レナチとかも、だからなんかみんなのことを想像してなんか当て書きというか、なんかそうみんなのこと見て書いたって言ってたから、もうやっぱなんだろう、大西はサイコパスというかそういうキャラキャラしたやつに当て込まれない、そう確かに自分がさ何のキャラかって言われたらさ何のキャラでもないんですよね。そうだからなんかこの役とかもさ、エコーなんかこの5人の中の役だったら、あ確かに自分エコーだなーってなるんだよな。だって結局まあクラネイヤはあれだけど、それ以外3人女含め全員サイコパスだからさ、殺されたからな。いつかサイコパスやりたいなまた見事な殺されっぷりでしたってね。むしろ半分殺されてるんだよな今朗読劇4回やってて、4回中の2回半分死んでるんです。前々回も死んでたし、前々回海カノンなんですけど、事務所主催のやつは殺されがち儚、うん、いイメージなのかしら。そうなら嬉しいけどね、儚いっていう素敵な言葉でなら嬉しいけどね。ミリアちゃんにも悲劇が似合うねって言われたかわいそうなの似合うねって言われた。お時間大丈夫ですかって。そうよね、でも今日休憩中に寝た。ちょっと待ってな、40分になったら終わるわ。じゃあ、うん、彼女の涙に感動しましたって。今日やばかったの最後、もうやなんかやだーって思っちゃったんですけど、そう鼻水が止まらんくてさ最後今日の夜の回もうそれに焦ってちょっと一瞬なんか微妙になっちゃったとこあったんだよな、か悔しい。同じものはないっていうセリフ、同じものはないってなっちゃって、もう鼻水もう吸ってももう出てくるから無理やと思って、こうなんかこうやりながらやってたら
わーわーってなっちゃった。悔しいよ、ちょっと最後鼻水止まらんかった。ふん来ちゃったって、いや、うん、ピエンだったの。これ途中ピエンなんです、この台本読んでて。エコーの、エコーの中にか彼女の中になのか分かんないけど、彼女がね出てくるところで毎回毎回同じとこで今回泣いてたの。今回全通のね、ほらこれ全通特典もこういうのもあったり、デデデデデ、あとなんかあのアクスタもらったんですけど、大西カバンの中入れてたのよ、なんかアクスタもらったから、もらったっていうか大西寝てて、でカバン、あのなんか大西の楽屋のところにアクスタ置いてたから、あこれもらえるやつやと思ってカバン入れててんけどさ、スタッフさん戻ってきてさ、臼井さんなんやけどマネージャーさんの、おにしちゃんアクスタみたいなって、あアクスタあもらいましたよみたいな、いただきましたよって言ったら、ごめん足りひんからそれもらっていいって言ってねやから多分今日買ってくださった中の中に多分大西が一回カバンの中に入れたアクスタが、ごめん紛れ込んでる、ごめんね大西のアクスタ なかったです、売られました物販に行きました。そうあのなかったみたいあの数がいや別にいいんだけどね、そう、あ持ってかれたと思ってそう笑って思った、あなくなった、大西のそう、いや嬉しいことだよね、そのぐらいたくさん皆さんがゲットしてくれてるっていうことだもんね、ありがとうございます本当に。いやでもただ笑っちゃったっていう、そのポスターもラス1節あったって、ガチ？ポスターはあれ、あの大西サイン書いたポスターはあれはどなたに行き渡る予定のポスターだったの？めっちゃ書いたよ大西ポスター、なんか可愛いんだけど、このギフト AKB って書いてる、可愛い、うん、特典付きチケット、特典付きのチケット買って大西さん選んだ人、え嬉しい、めっちゃ書いた、うん、あこれタワーなんだ、えありがとうございます、えこんなタワーあった今まで、なんで急に AKB 用のタワーが、えこのタワーもかなり前からあったけど、えあ本当、嘘見てなかった大西が、ほんと、あでもラス1ってことはまだあったんだね、よかった、一番余ったってこと、逆に、いや最後のもらってた分、あ本当、あそういうことね、そうめっちゃ書いたの大西、よかった、あんなでっかいポスターすいませんねあれあんなでっかいポスターごめんね、場所取るでしょうごめんね、よかったら大事にしてみてください、すいません、ほんと
花冠のももちゃんめっちゃ好きですって、本当に花冠でっかーって思ってた、うん、大きい方がいいよって、本当ありがとう。いやでも嬉しいよね、なんか昔そのポスターとかに自分のポスターなんてないじゃないそうだからなんか話し会じゃない、握手会の時のなんか特典、なんか今やったらそのサインみたいなやつで特典にポスターがあった時があって、そのポスターを用になんか撮影するやつとかあって、あれがすごい楽しかったのを覚えてる。でっかいポスターにサインかけるのが楽しくて、そう、それ嬉しかったから今いっぱいねでっかいポスターにサインかけて嬉しかったわ、ありがとう。今回のポスターの見どころは大西のピアスの穴ががっつり見えるところです。ぜひ見てみてねぜひ見てみてね。うちの耳黒い点々思いっきり穴が開いてるので見てみてね。そう、めちゃくっきり穴映ってるわと思って、恥ずかしい虫はついてないとって、多分虫ついてないと思う。いや今回見てないけど、さすがについて、いやどうなんやろね、キャンプ場であったからもしかしたらついてるかも。ちょっと虫探してみて虫も探してみてくれ。今はピアスしてないんだねって、さっき撮ってたからね本番中。うん、40分なりありがとう。明日今からか、ちょっとあんまりやりすぎるとねまた足痛めるので、前やんな、なんか練習しすぎて足の裏痛めて痛って言いながらなんかやった時やったので、まあちょっとほどほどにしつつ、まあでも振りはしっかり起こしていきたいと思いますので、じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位デンスキさんありがとうございます、イエイ。そして2位が驚異、朗読劇ありがとう、表情表現声も大好きですさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がチンアットマークアメリカの大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がタカヒロアットマークオメグ魂さん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がカンタムさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がよっちゃん&ゆーももち大好きだよさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位があやみちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がボスブラックさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位が翼さん、ありがとうございました、イエイ、ありがとう。そしてこれタワーな3本もあるよ、ありがとう。そしてありがとう、でもありがとう、あ1位の方2本やで、ありがとう、2位の方ありがとう。じゃあちょっと1位の方から読んでいくね、じゃあ2本分読みます、いきますよ、デンスケさん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 、タワーありがとうございます、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、イエイ、ありがとう、ありがとう、キュンです、ありがとう見せた。続きましていきますよ、
今日朗読劇ありがとう。表情、表現、声も大好きです。さん、今日さん、今日さん、今日さん、タワーありがとうございます。ありがとう。イエイ、ありがとう。ありがとうございます。イエイ。ありがとう、皆様も本当にありがとうございました。感謝。本当に感謝です。ありがとうございます。ということでですね。もうこのさ、こたつからさ、このさ、ご飯食べてショールームしてっていうさ、この後からあのこたつから抜き出すっていう、本当にこのね、苦しい作業が、違う、別にね、公演の練習をするのが嫌とかじゃないの、この今のこの状態でこたつから抜け出すって、ここから抜け出すっていうのが本当にあのですね、私にとって大変な作業となっておりまして、明日公園来てくれる人手を挙げて、はーい、はーい、あれ3人もしかして、あ、4人、あ、5人あ、6人 ?7 人本当に来る本当に、あ、あ、お、あ、あ、結構、あ、あ、あ、これない、あ、あ、はい、明日配信見るよって方手挙げて、明日よ夜からだよ、配信見るよって方手挙げて、お、おー、いい、いいじゃん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 、あ、いいじゃん、いいじゃん、あ、配信、わ、あ、いるよ、よし、じゃあ頑張ってくるねじゃあちょっとまあね、頑張ってかっこいいとこ見せなあかんのでね、今からちょっと頑張って、楽しみにしとけでは今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。んでもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃佳でした。今日も見てくださった皆さん本当にありがとうございました。ではバイバイ、いい夢見るんだよ、バイバイ、ありがとうございました。Bye-bye.